私もね、自分自身をね、管理するってやっぱ大変だなと思います。自分で、書いた目標や、目指したところに対してですね、本当にコミットができてるか。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、土光敏夫さんの名言で、私は管理者という言葉を好まない。管理者はまず自分を管理せよ。そうして部下の一人一人が自分自身の管理者になれるよう、モチベーターの役割を果たすのが明日の部下長の姿であるということでですね、土光敏夫さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。土光敏夫さんは、昭和時代の日本のエンジニア、実業家、二階君等は、12位、勲一等旭日、菊花大綬章、勲一等旭日大綬章、勲一等法瑞宝章、岡山県名誉県民、岡山市名誉市民、石川島播磨重工、石川島播磨重工業社長、東芝社長、会長を歴任、経済団体連合会第4代会長に就任し、ミスター合理化として、土光臨長と称されている第二次臨時行政調査会でも辣腕を振るったということでですね。まあ、ね、土光さん、私のもう一つのチャンネルでですね、いつかは取り上げたいなという方なんですけれども、管理者、本当にね、管理者っていう人は人を管理するだけではなくて自分をまず管理しなさいという、もう本当にごもっともらしい、名言ですよね。私もね、自分自身をね、管理するってやっぱ大変だなと思います。自分で、書いた目標や、目指したところに対してですね、本当にコミットができてるか、人のね、いうことじゃあできてないじゃないかということは簡単に言えるんですけども、自分自身もね、ちゃんとできるかどうかっていうことがやっぱり大事ですから、いつもどうやればいいのかっていうことを考えておりますし、いろいろね、やっぱり自分を管理するっていうのはね、非常に大変なことですね。プレイングマネージャーとか、あとなんか、コーチ兼任という、まあ、スポーツ選手で結構あるんですけれどもね、ベテランの。まあ、大変だと思いますね、あれ、コーチ兼任っていうのは。自分の、まあ、仕事もありますけれども、やっぱり、部下ですね、下の人間を見るっていうのも大切なことです。で、私もね、いろんな上の人と接してきましたけれども、やっぱりね、なかなか、いい人に、まあ、巡り合えなかったなっていうのもあります。本当に本音を言うとそういうところです。やっぱり難しいんでしょうね。自分がじゃあできるのかと、本当にできるのかと考えたときにですね、やっぱり自分も同じことを繰り返すんじゃないかなと思います。多分やっちゃうと思いますね。経験とかいろんなところでやっぱり違いますので、どうしても管理がね、ちゃんとできてないということに言われると思います。はい。なのでね、やっぱりこの名言ね、自分に対してきちんとできてるかどうか、今一度、もう一度ね、見直して自分がちゃんとできるようにやっていきたいなと思います。年末年始ね、自分で振り返ることが一番大事かなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。